ゴフリチャーズは、イギリスの作曲家、編曲家。コーンウォールに生まれ、王立音楽大学、レディング大学に学ぶ。1976年から1989年まで、去る、フォード工科大学にて編曲を講義。また、長年にわたり、チェサムビッグバンドの音楽監督を務める。1989年に去る、フォード大学ジャズオーケストラを、 BBC ビッグバンド・オブ・ザ・ヤーに導いた功績により1990年に同大学より博士号を授与される。ブラスバンド向け作品の作曲や同編成への編曲を多数手掛けていることで知られ、1984年にはブラスバンド曲コンチネンタル・カプリス作曲によりヨーロッパ放送連盟賞を受賞。また、還元楽や合唱のための作曲、 編曲も行っている。その作品は、キングズ・シンガーズ、ハダース・フィールド・コーラル・ソサエティ、ロンドン・ブラス、エベリン・グレニー、複数の BBC オーケストラなどによって演奏されている。日本では、金管重獣奏のための、高貴なる武道士をたたえてが、金管アンサンブルのレパートリーとして特に人気がある。年月月、チェシャーにを ありがとうございます。